ちょっとゲーム音が小さいですか？そしてマイクの音がでかいですか？どうでしょう？つってチャット見れてないんであれなんですけども、さあ本日始めさせていただいております。 1P 側座ってるのはハトリハズマ、そして 2P 側が、白線の音、狭間の音でございます。まあ、狭間側がマジレスをし続ける。すみません、うまい。あ、こしはやっぱ噛みづらいですね。ザイガー選択、ここはバックジャンプしっかりしている。サナから熱波を引っ張って、ディバイダーじゃねえや、クルセイダー締め。さあ下段から中段タグ、さあ奥攻め、前転は潰したがコムにならないが、距離からここはゲージを使って出すと、このいかにジャンディーに当たらないように花間が動くかというのは大事。さあしっかり方天井を使って何へ、おっ CDC ジャメージ当たらない。さあ前段直、前段じゃない、一段直って、さあ果敢にバーストを切っていくはずの音。さあ補填時が出ない、なるほど、やびさびありますね、うまい。さあジャコ届かない、クナゲ抜けている、ゲナガード裏、さあ OD になりたかっ、 OD にしたかったっぽいが、さあ近いぞバギャン。さあ博士君がジャイオ君の無敵がないのを知らない可能性がある。カウンター、あー勝ち確逃し、おっと激しくなってきた。これはゲージを使って、わあスラッシュカード漏れて、ゴエタク、さあラウンド選手はじゃねえや、取り返す服部君の最終ラウンド、直でいる、ゲナガード。さあこの意外とめくり判定が強いですよね、2段止め安っさあ若干激しくなってきているが、また膝、さあしっかり円波昇竜で拾っていく、アッパーから、おっと DD が出なかったのかな、チャンシーはしっかりガードしている、昇竜拳、5C2C6D4D なんでうわっと後ろ投げで暴れていく、勝利で締めて
ここは前転。ゴエがカウンター8リジャコウが空振り三振レッセン倒している手裏剣今ソーディ非常にこのウロボロスの回復が早くなるのがハードマーオーディの強いとこ、まあ、あとは噛んだ時のレベルが上がってるんだよねあれこれね距離にかかわらずガードコーチが非常に長い。さあしかし博士くんが力で押している。そしてうまい。これはジャコウが当たって、おっと6は、おっとさらに 2D で降りてくる。いや、ジャガイ構えやっぱ違う気がするんだよな。下段がヒット、オーバードライブ、これはかくるかくって、おっと、おそらく残影が出なかったやつでしょう。ただ邪説が出てなくて 66C やって5種が漏れるというのが結構あるんですけど、あーそれ危ないからやめた方がいい。ジャガイ構えがやっぱね、あんま強くないんだよね。博士くんやってるな、意外と900試合か。おっと惜しい。 4D8D ジャンシー7前 C ね、結構勝利負けんだよな。弱くないと思うんだけど。さあ一瞬立っていたが中段ヒット、その後の中段は当たりますね、ハットリ君。あんまりやってないからかな。オーディアバレ、勝利打っていく。ここはファントムペイン。おっと、ミスター。噛んでいる。おっと、ハットリ君自信がない。おーい。まさかでも、あれで潰せんだったら結構悪くないよな。レッスンも勝っちゃうのかな。でも、ザイエー、勝っちゃうんじゃない。でも漏れたっぽい感じあったけど、うん、まあビタコピーやるのはちょっとどうかと思うので、まあ6名狙ってたんだったら面白いですけどね。あーと漏れた、あるある。さあ博士くんが完全に押している。しっかり DD で倒し切り。やっぱ八王子の狭間使いはね、ちょっと元気すぎるんだよな。もうちょっと地上戦していいんじゃないかな。やっぱ飛びすぎの気がするんだけどな。その地上戦というか、そのとりあえずバックジャンプ鎖っていうのが良くないんだよね。そまあ、恐怖になるから、やった瞬間に。あとはコンビス。おお、やっぱね、慣れてきましたね。目がいいから、そこはかなり服部君の武器ですね。ここは読み合いガードしていたが、ゲージを使う。お、コマ高い。ここは3段で締めて大きい攻め。さあ近いよ。シャムシーガードしている。お、カウンター 4D 8D ジャコー、お、なるほど、ジャコーが怪しいのでここはジャンシーなので切り替えていくスタイル。
ダメージなどが弱 い, いや本当に弱い。 4DD を使わないね。さあここは使っていったがどうだろうか。そう、まあ技結構いい技うん、あるあると思う。うわぁ、ちょっとクーナギ打てる、よく見てますね。さあ、しかいの中段、なるほど。さあ、落として置き攻め。意外と裏に判定が。さあ、熱波を引っ張って処理地面投げ暴れ強しですか。ちょっとわかんないけど。さあ、服部くんやっぱ、あー、シャムシーが間に合わない。三段からカイド、うんと、ちょっとミスったんすかね。さあ、ダッシュカウンター、ダッシュが出ない。これは、うん、あれ弱いよね、あの技ね。さあ、意識高いルートに選択していたが、ここはリセット、これはリーサル 8D、弱光を、お、バソー、おおマジか。劣化山で、そうね、劣化山で死ぬかもしれないし、足りなくてもラッキャン 6D ジャメージとかで当たりそうな感じはしますね。あー、やはりシャムシーが、うわあ、さあコンボミスが勝手にリセットになったという、このさあ前転をしっかりダメージ稼いでいく。1700上乗せ、裏から参ります。ああ、なるほど、バケなんだこれ、何かと思った。うわあ、 5C はどうだろうか。でも、服部君はとりあえず OD で暴れるのは結構いいですよね。このゲームは多分とりあえず OD で暴れた方がいいんだよな。いやー、じゃがい構えはどうだろうか。もし、ホテンジン。まだ死なないけど、結構減りますよ。ダメから。大きな目は勝利をケア。なるほど。面白いですね。面白い、面白い立ち回りだったけど、博士君が全てを台無しする。ダッシュより。さあ、マジションから、スカッシュ投げ抜けている。おっと、クナギ置き。空振りですが、ニビで逃げる。とりあえず脱出。さあ、時間を使って、わーっと、またチャガイが、おそらく、バリガが漏れた。昇竜拳。さあ、ここの読み合いは、これは勝ち確、ホテジン。ファントムペインでしたね、いい絵読み。さあ、しかいと。さあ、熱波を引っ張っていく。あのジャンプ B ですか、あれは。C かな。かなりウランジまで判定がありますよね。なかなかいい技な気がするが。もうためジャンプ D に対して、狭間は下がって着地に D が確定するので、まあ、5D じゃなくてもジャンプ 6D だったりが隠るんで、うまいこと捕まえたいんですけどね。これまだ足りないが。ジャンプディさあ最初ラウンド、このハーツが勝ってしまうのか。ジャンプシーからさあ細かく固めていく。オーディアバレ
おて。さあ面白い動きをしていく。中段崩れているが、さあ派生がなし。バンシングファンが出ている。さあ上入れたか。中段足これ立っている。こういうとこはさすがなんですが、さあ出す。前に出る。ゲナガード。じゃあ脇から。じゃあ行くでいく。ダメージン。終了ケア。スラッシュカイド。ゲーダン。おっとバリガモリのダメージン。ありがとう、ダメージン。ジャンシー7。ダメージン。呼んでいる。ボーシー。ホテジン。あ、コウが出ない。あー、やばい。死んだか。おっと、これは安く済んだんじゃないですか。走ってきて、いいえ。さあ、激しくなってきた。服部、派生がない。うまい。あー、ダキャン。1、ゼロ。許してほしい。さあ、長谷川どうする。お互い休み。さあ、これは、ジャンプ。勝ったのは長谷川と5-0。